どうもパフォーマンストレーナーの園之助です、えー。リクエストをいただきました。イッシュさんのスタリックダンスプラクティス見たいと思います。オフィシャルのね、サイトを見てます。はい。下にこういる子がですね。うーん。おーまいギャル。こうやって、こうやって見てなんかね、これすごいよね。ゆうきちゃんわかる。黒髪だから。うんなぜ、シュパッ こかからなないんだろうね年かな <laughs> マジで多分一番下にいる子がリンちゃんだと思うんだけどね違うかなオーマイ g ー d まあ行きましょうかあのビブスつけてください <laughs> 本当あのビブス助かるんで これさ言っときます。日本英語間違ってます。ダンスプラクティスじゃないです。これ、はい。服装はダンプラですけども仕上がり方がこれはパフォーマンスビデオですね。はい行きましょう。あのねこれギャグで言ってるのいつもあの皆さん本気でこんなフリーコンテンツガチで捉えちゃダメだからね。こういうなんていうのもうあのわざとですから、うん、お決まりで言ってるだけだからね。 うん、ちょっと仕上がりすぎですねすごい腹ばきですなんかちょっとちょっと雰囲気が柔らかくなってる感じがするなうんこれはりのちゃんなのかりんちゃんなのかこれがなのちゃん 足先立ちますねやっぱね綺麗でっすね腕が綺麗。長い過信点すごい綺麗。指先うーんしかしアームスの脂肪が全部落ちてるね <laughs> どんだけ追い込んでんうわあダか切り方かっこいいっすねえー、い あそうそう皆さん僕のインスタ見てく,くださった方いらっしゃいますいないですよねはい。あの何かっていうとですね、僕あの初めてアメリカの方で会う方と一緒にこうロープフローやったりとか、シャッフリングって多分ね、僕初めて自分が踊ってる動画アップしてるかもしれない。そう踊ってるってわけじゃないですけど、まあ、海外でこうシャッフルって言ってこうシーウォークみたいな、そういったこう簡単なこうランニングマシーンとかヒールトーとか、そのステップ。 をこううやるような,なんてですかねバイブス共有するような踊り踊りの一種なのかなうんでやっぱ彼女と話してたんですけど「その2 s e r i s だよねっていうそんな真剣にやることじゃなくてそのダンスって見ているまあこういったのはもうすごくシリアスな感じですけどやっぱりこう海外の人たちってその楽しくやるっていうところ。 僕もそっち派なんですよやっぱ音楽楽しく見たいし楽しくやりたいしそうでね、まあ、それはいいんですけどその僕すごいなと思ったのが僕らアンバサダーなんですよこのロープフローっていう団体のアンバサダーとして日本人一人で僕やってるんですけどでアメリカも何人かいて世界中にいてで2024年にそれがこう作られてで彼女たまたま。 お母さんとお父さんが茅ヶ崎に住んでるってことであの茅ヶ崎で、ね、遊びに来るからっ,つってお会いしたんですけどすごいですよねその音楽とか踊りとかその「お父さんロープフォー」とかで初めて会った人とあんなふうに時間がパーンと共有できてなんか過去に会ったことがあるような時間というか共有共通された時間をその一瞬でその 会った瞬間から共有できるバイブス共有できるっていうのがなんか僕すごいなと思ってうんだからやっぱ何でも技術を習得しておくとか語学もそうですけども大事っていうか大事っていうかまあそこに目線があるんだったらねだからちょっというのが人間のその一つのコミュニケーションツールっていうのは言葉だけじゃないっていうのもすごくありますよね、うん、ちょっと脱線したけど。ぜひあの 見てくださいなんか不思議な不思議なその世界なんで世界というか本当に生まれて初めて会った方ですけどもああいう時間だったり動画が一緒に撮れて,てそう僕はなんか最高でしたねそういうファミリー感が僕大好きなんでうんあのさっきの股関節カチン切るとこねもうスキルわかるよね えーっ <laughs> すんごい綺麗だよねうん誰が好きかと言ったらちょっと分からないね まあ僕は男なんでねまずはそういったちょっと異性の目線でもこう見るのも結構面白いんですけどねうんちょっと朝岡恵さんっぽいね、うん、いやゆきちゃん指が長いね本当にううもうやっぱさこの やっぱこの股関節っていうかこの体の筋位がこう動きをねこう作り出すそっからこう動きが見えてくるっていうのはやっぱ能力高いんでしょうねめっちゃくちゃ。でもね最近ちょっとこう n i ちゃんのね僕の推しの n i ちゃんのパフォーマンス見てたけど見てるけどここで愚痴るけどねここで愚痴るけどうんやっぱねうん今の子たちの方がいろんな面で覆いかぶさってきてるんですよ。 プロジェクトっていうところであの二重ちゃんたちボコーンとこう行って僕もブワーッと入ってってだからその二次プロジェクトって革命的なあのオーディション番組「TWICE さん」を僕はまた新しくこうねこうやって出てきたじゃないしかも COVID があってる中ででもそれがあったおかげでもう今無双でかぶせにかぶせにかぶせにこれでもこれでもかっていうねうまいからいいじゃない路線こう外してくるっていうスって。 僕らの気持ちにとこう入ってくるじゃないですかバッキバキじゃねえよこの純粋さ見てごらんって逆にこう XG さんみたいにバッキバキに鍛えてきてドカーンと出てきて私たちにはもう敵がありませんっていうあそこまで仕上げている頑張りつつみーあいちゃんみたいにミーあイさんみたいにねこういろんなキャラクターがいて初々しさっていうものを武器だったりとかね うん、でもそれは JO1 さんとか INI さんもそうですよね初々しさがあって今ねまたこう変わってその変化を見せれるっていうか、うん、だからうまくその日本人さっていうのを見てるしでつ常に韓国のねその無双感っていうのあるから最近ちょっと僕心配なんですよね。うん ええー、あ、体よくうん。こっち系だからね。あの、皆さん、僕のチャンネルよく見てる方はよく分かってると思うんですけど、うん、こっち系は僕はあまりこう答えられないからね。曲調がね、フローだからね。おー、あいそれうまい。えい、ー。 ダブルジョイントかってぐらい肩柔らかいっすねうーうぅアーム好きで、ね、なんかさ女の子に人気出そうですよねうん あのそうそうコメントで1位は5人組ですそれは分かってますよそれはねコメントで書いてあったけどはいそれは分かります私元祖ミッチーですからねもうおあのファンクラブがオープンしてから入ってますからねあの1位のクラブにファンクラブにねリアちゃんなかなか戻ってこないですけどね今のイ1位様すっごいよねあの攻め方ね ちょっとこう寄ってほしくないんだよなまだ全然速報の癖っていうものが全然出てないのでこのまっすぐなスタリックな感じのそうフォームっていうかね体のシルエットの見せ方キープしてほしいですねうぅ股関節柔らかいっすねゆきちゃんううらやましいよねうわさすが <ス>ここら辺のアームスの伸び方とかさすがういやすごい私手がねすごく僕自身こう体がねあんまりこう綺麗肌があまり綺麗な状態で生まれてきてもないしアトピーだしすごく肌が綺麗な人が結構憧れるんですよね。 指先とか手先とか生まれて一生がいこんな手先とかが綺麗になったことがないから本当にうらやましいねすごいフローですねこの振り付けすごいですよね関節ってこうか カク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 しそうな感じですけどそれを今なんかこう流れるようにフルイデみたいにこうねエネルギーがこう流れる感じで動けるっていうか振り付けができるっていうのは僕自身ができないことだからねさすがですよねまだだって2曲目でしょどういうことうん うん、でもなんかまだ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 なんていうのかなまだ先がありそうですねあーもう一種さんあのパフォーマンスはもう素晴らしいですけどまだこううちに秘めてるものはもっとありそうな気はするかな表情とかねうんうんやわらけえ股関節この このクンクンでこの股関節の動き柔らかいね本当にうう羨ましいなんてかって言ったら僕のもう股関節ぶっ壊れてるんでこんなこの柔らかさないっすねんほんと柔らかいなんかさ似てない似てない似てないんでしょうけどなんでだろうなんなんで。 この三輪のお顔がかこうシルエットがかぶるんだろう分からない混乱するんだよなやっぱさこう、なんかあるんでしょうねこう、人間のこう戦闘角がすごくパフォーマンスも統一されてるしだからこそ動き分かんないねうん 体景もしっかり管理してるしねうん何の靴履いてんだろうおいナイスリカパリう,うふういい姿勢の取り方しますよね ううこういうの思いませんこのビハインド、ビハインドでのこういう手の使い方。うー、女性らしいよね。いいですかなぜこういうことを言うかっていうとですね、今の方々、女の子もそうです。昨日もね、レッスンで意外と若い子来ててね、びっくりして、この福井県で。4人ぐらいいてね。うん 多分20代前半か20代いってないかぐらいなんですけどねうんやっぱその若いからこそその若さでこういうふうにアウトプットできるその体の能力っていうのをやっぱり僕は持つべきだなっていうふうにちゃんと親の人たちがちゃんと指摘できなきゃいけないなって思うんですよね。うーん なぜならあんまりその40代の方々と50代の方いろんな方が、ま、こう混じってるんですけど動き的にはそんな変わらないからそれは僕はいけないと思うんだよね。でそれは我々世代がいけないよね。ちゃんと上がちゃんと教えてあげなきゃいけないですよね。どういう管理しなきゃいけないかって。感染障害っていうものは日常で起こるわけだから。でその 感染症が起こる前の前提に何があるかっていうことはちゃんと大人が教えなきゃいけないことを教えられてないからねむしろ50人40人の僕の目の前に立ってる中で前も言いましたけどこうちゃんと足を揃えて立ってる人なんて半分もいないですからねそれで足が痛いとか腰が痛いとかそれはそうでしょっていう話じゃないですかそうだからその背中を見てね若い子たちが育っていくからそれは若い子たちもそうなっちゃうね そうだから僕自身はこのね福井に帰ってきて10代、20代の子たちがもう大人を無視して自分たちは自分,自分で守らなきゃいけないっていうそういう価値観をね抱いてほしいしでこういった医師さんとかミーアイさんもそうですけどもすごくこう悔しい思いしてでそれぐらい人間って鍛錬っていうかどんどんどん自分と向き合って汚い自分をガンガン,ガンガン見て修正していかないと変わらないですからね。 いかに鏡っていうものはいい自分見るんじゃなくて悪い自分見るもんだからね鏡って自分をこう見て悪いものをしっかり自分で目で取って直してわからないところはちゃんと自分で体に体持ってくる頭にこうねちゃんと蓄積させて本当に解決できないものは人に聞くでそれにちゃんと答えられるやっぱ我々大人がいなきゃいけないですね体についてね健康とかねお勉強は私はちょっと他の方に委託しますけど体についてはねうん でまあ、話出せにしたらこの話来た理由はですねこれね手後ろにこんな綺麗にいかないですからね最近もうみんな前が硬くなっちゃってうんフローいいですよね気持ちがいいですね僕はねなんでかっていうと僕のね弟子を探してるんです本当に。 マジで僕の後継者。もうどんだけでもフィードするから。僕のこのおせっかい魂を、うんとね、受け入れて、本当に探してます。後継者を。ただ、厳しいぜ。うん。できれば踊れる子がいいんだよね。あの、そうそう、ここで言うんですけど、僕ずっとね、ずっと探してるんですけど、そう、このチャンネルも、 もう僕がこう喋ってるだけでつまらなないいじゃないですかだからね後継者を育てて僕がこう喋れるぐらいの人間を育てるあと僕ぐらいトレーニングができるっていうことトレーニングそして僕なんかよりも100倍踊れる子、うん、2人ぐらいオーディションしたいぐらいらその子たちがトレーニングをして踊ってトレーニングして踊ってトレーニングするとどういう変化があるかそういうのをやりたいですよね。はい、いますか <laughs> 大体20代前半から20代後半ぐらいのあの気合のある子ですね。うん。いたらぜひ応募してきてください。<laughs> まず僕のチャンネルで20代のパーセンテージ、2%ぐらいだからね。<laughs> 悲しいね。いやでもいつも見てくださってるね。皆さんありがとうございます。ただ皆さんもね、きつ なるでしょね見てるとねなんかまっ当なことばっかりつかれるからねだってさ最高の動き見てるんですよ皆さん最高に自分たちのことを見て仕上げて人に感動してもらおうと思うパフォーマンスを徹底的に磨き上げる子たちのパフォーマンス見てるわけだからねそりゃこっちも持ってかれるよね何を僕がこれ見てて思うかっていうのは維持してほしい誰も壊してほしくないこの原石を 絶対にうんんか変な癖が出たり膝が痛いの腰が痛いのとか変なブーツ履いて怪我するとかそういうこと絶対にしろしくないこれだけのものがあるからとメンタルもそうだよねうんちょっとフローすぎるね今回ねううあやわらけー本当に毎回言うけど なぜなら私股関節専門のプログラムやってるからね知ってるす目筋うってやるんですよもうこっちのお尻がぶっ壊れるわっちゅう話もうやりません私うんでもねゆきちさんねあの上半身のしろやとすごい綺麗ですよ、うん、三角筋も綺麗にに渡してるし うーうーこれはむずいねこれさ男の話ですけど黒髪をこう,かこうね描き上げる女性って最高に素敵ですよねうんウェイ うーんまあまあまあ石さん今回のは、まあ、す素晴らしいパフォーマンスだがんかなバッキバキの言ってほしいね、うん、バッキバキ感でもう少しなんかこう個性があふれるやつがぜひ見てみたいな、うん、僕全然ね彼女たちの,うなんていうのかな喋ってる姿すらあまり見たことがないので,で僕ねイッシュさんはちょっとその道 ちょっとね、通してみたいなと思うんですよね。ちょっと探ってみたい。うん、で、ミーアイさんもほとんど見てない。ただ、ミーアイさん、石井ランチャー、えぐすぎたなほんとね、あのポッピーは。ほんとに。うん、だああいったのがね、パコーン出てくると面白いですよね。これからそういう何かあるのがすっごく楽しみだから、ミーアイさんと石井さんは、そう、そういうなんか、嘘だろっていうね、そういう時代になってきたから。 うん、ちょっと今回は無駄話多かったですがそれでは。